はい、じゃあ高橋さんお願いします。はい、高橋さんすいませんね、はい、皆さんこんばんは、初めましての方もいらっしゃいます。僕すいません、もうだいぶ酔っ払ってますので、まあ、勘弁してくださいね。中西隆史と言います。いろんなのが好きでいろいろ歌いますんで、聞いてください。ビートルズもね大好きなんですよ。どうしようかなと思って、だからちょっとさっきやられてちょっと歌いたくなっちゃったので、これ1曲歌ってもいいですか。僕はねどっちかっていうとポールが大好きでね、さっきジョンをやられてましたよね。ポールが大好きで、ポールの歌を歌いたくて、ということでちょっと1曲ね、ポールの曲をね、花火好きで聴いてください。ご存知の方、ビートルズもですね、1960年代ライブやった頃オープニングでツイスト&シャウトっていう曲をよくやってて、あれはねそのレコードを短めにやってたんですよね。だからすいません、実はね、この後サビがあって高いところ、ね、歌えないのでここで終わりました。すいません、はい、面白くなかったですかね。面白くないですね。どうしようかな。面白くないですかね。どうしたらいいですか、これ。喋りましょうか。聞きたくない。歌ですか。そう言っていただけるとね、ありがたいような、ありがたくないようなね、じゃあ、歌ですね。はい、じゃあ当初の最初に歌おうって思ってた曲をちょっと、はい、聴いてください。僕が私好きなのはロッド・スチュワートがカバーして有名になったかなって勝手に思ってるんですけど、また喋っちゃうな、ごめんなさいね、喋りダメですね。いいですか。これ、僕このライブ、このライブじゃない、この曲をライブでよく歌わせてもらってるんですけど、
ちょっとね、調子が悪いね。今日は喋りが調子悪いので、やっぱり歌中心に行きますかね。あ、でもあの、この曲はあの YouTube でね、検索してほしいのがあって、このロッド・スチュワートがカバーしてるんですけど、エイミー・ビュールさんっていうね、女性のアーティストがね、カバーしてるのがあって、あのライブで YouTube 見ると一緒にデュエットしてるのがあるんですよ。本当本当にね。でそれがね、素晴らしいです。あの何が素晴らしいかというと、あの女性ボーカル僕大好きで、女性のボーカルの人ってこういう歌い方をされますよね。チュマハ、違うな、ですけど、これが自然にね、すごくいいんですよ。あの、そう、ブレス、息遣い、息遣いってやっぱりね大事ですよねと思います。そう思ってますが、僕はうまくやれないですけどね。ということで、まあ、それはこれで終わりということで、もうこれで何分経過ですかね。あ、そんなこと言わずにやれと。ありがとうございます。じゃあ、日本語、英語、いろいろ取り揃えておりますが、あ、今日は、英語の歌中心に、英語の歌といえばですね、忘れてしまいたいことや、どうしようもない寂しさ、島英語さんね、英語の歌です。あ、分かってました。あ、でもね、これね、実はあの僕が気づいたわけじゃなくて、実はね、あの僕トヨタから来てるんですけど、トヨタにね、あの、ジョアンさんというちょっとこじんまりとしていい感じのライブハウスがあって、そこにね、元浴衣の木村さんがちょくちょく来られるんです。で、僕も何回かそのライブに行かせてもらってて、で木村さんがね、こうあるライブの時にこれをね、もうしつこくやってるんです。あの、次は英語の歌ですって、これを忘れてて、これね、やってたので勝手にね、パクらせてもらいましたけどね。まあね、結構面白くて、僕でもこれいろんなとこでもやりまくってます、本当に。あの、あ、だからあれですよ、西三河フォークジャンボリーっていう今年出させてもらったんですよね。そこでもね、やりましたけどね、いまいち反応が良くなかったですね。いや、フォークジャンボリーだからね、川島英吾さんみんな知ってるよねって思ったんだけどね、なんかいまいちの反応で、まあちょっと 朝一の時間が早かったっていうのもあるかもしれないですけどね。はい、ということで、まあどん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 、あの、僕のせいもどんどん佳境に入っていくわけですよね。なんか聞きたいことあります？あ、僕、あの、聞きたいことない。ない。聞きたいことないですか？あの、意味が分からん。はい、どうですか？あ、そうですね、はい、おっしゃる通りでございますですよね。あ、でもあの、いろんなところでライブね、あの、ちょこちょこやらせてもらってて、あの、いろんな人とご一緒させていただいて、僕ね、あの、覚えてるんですよ。だから、ただね、バンドの名前がね、ちょこちょこ変わりますか、ね、わからない。ケロポンズさんでしたっけ。その時もありますよね、はい、その当時、リンマでや、あ、正しかったですね、大丈夫です。で、さらにあるんですよ、その時に僕覚えてるのは、まあ、こんな話はどうでもいいかもしれないけど、その一緒にさせてもらったライブのその後に、安城のとあるライブハウスで、僕はあのビートルズのね、あのコピーバンドもやってて、そこであのジョージ・ハリスン役のギター弾いてるんですけど、で、とある方主催でそこ誘ってもらっていて、なんか出られるって言ってませんでした、そこに。あれ、勘違い？勘違い。それは勘違いだ。失礼しました。えって、どこに出る？安城、安城、あれ、それカフェグリーン
じゃあカフェビーじゃなくて、カフェビーさんは僕あのお世話になってます。カフェビーさんじゃなくて、あれです。JR 南城駅の近くの、あ、ちょっとシーンとしちゃったのでね、話変えますかね。いや今日のシーンシーンだったから聞いてた。シーンかな。バラット？バラットっていうところ？お店安城の。多分ね、そこはきっとね、突っ込んでってもきっとね、面白い話になっていかないよね、まあ、そんなの感覚してるんで、きっと勘違いですね、そうです。でも、リマでご一緒させていただいてたバンドで、ベースを弾いてた女性の人が、そこでやるんですって言われて、違う、カズリじゃないです。カズリよく知ってるので、あ、いいですね、まあ、私、違うところでライブっていう話だったんじゃない？そうかもしれない。行きたいけど、あの皆さんがね、結構ね厳しい顔されてるんで。じゃあ後で喋る。はい、あ、後でね、あの後でちょっとあの事実確認をさせていただきます。じゃあ次は、まあ有名な曲を、あの有名な曲ってやっぱりいい曲が多くてですね、あのだから歌いたいんですよね。でだから歌ってます。ちゃんちゃん、あの次もスタンダードの有名な曲をちょっと一曲あの歌わせてもらいます ね。よかったら聴いてくださいって、こういう言い方ってなんかすごいあるんですよね。あの高圧的ですよね。よはい、何か早く歌えってことですかね。この曲はね、皆さんね、あのなかなかいい曲で
ですけどね、歌うと結構しんどかったですね。あのレイ・チャールズとかね、あの大御所が歌ってますよね。はい、だからどうだっていう、僕のモットーはですね、こういうあの結構まあ今の曲は皆さんねご存知だと思うんですけど、他にもいろんないい曲がいっぱいあって、あのそれをあのこうライブで歌って、それをですね、あの皆さん知ってもらって、あの YouTube で本物を検索してくださいというね、あのそういう形で、あのやらせていただいておりますので、そろそろあの折り返ししてるですかね。じゃああと、じゃああの残り2曲やらせていただきますか。2曲がね、結構1曲1曲が結構長いので、まあリケさんがうんうんって言ってるので、まあそれは OK だということで解釈をいたしましてですね、次の曲も有名、ちょっとしゃべるとまず時間食っちゃいますよね。まず多分聞いたことあるので聞いてくださいね。ちょっと構えないといけない。Pictures of your life, pictures of finding, calling on our side, so we can fall in and achieve. Open your eyes, look up to the skies and see.
to me。皆さんのところに回る
ありますもんね。楽しんでいきましょう。ありがとうございました。